GoTo レック、GoTo キャリアの窓口にお越しいただきありがとうございます。講師の長田邦弘と申します。よろしくお願いします。キャリアの窓口では、キャリア自立に関するテーマをシリーズ化していきます。キャリアの窓口に立ち寄れば、将来のキャリアの不安や迷いが吹き飛び、自分のキャリアを自分で切り開いていけるようにサポートしていきたいと思っています。キャリアの窓口でキャリア自立について学んでください。今回は第2回目のこれからの働き方、学び方、生き方をリデザインするについてご紹介をさせていただきます。はじめにこんな問いかけからスタートしたいと思います。一度の人生だから後悔のない人生を送っていると思いますが、どのようなことに後悔したくないと思っていますか？普通は自分の死に向き合わないと、そのことはイメージしづらいと思います。そこで、ウェア・ブローニーさんの著書、死ぬ瞬間の5つの後悔という本を紹介します。彼女は、緩和ケアの介護を長年務め、数多くの患者を感取った経験をもとにして、死のとこで聞いた誰にでも共通する後悔として、本の中で5つ取り上げています。1つ目は、自分に正直な人生を生きればよかった。2つ目は、働きすぎなければよかった。3つ目は、思い切って自分の気持ちを伝えればよかった。4つ目は、友人と連絡を取り続ければよかった。5つ目は、幸せを諦めなければよかった。どのように感じましたか？この5つは、例えば、外車が欲しかったというような快楽的なハビングではなく、また、世界一周の旅行をしたかったというような快楽的なドゥイングではありません。すべて自分の在り方、つまりビーングについて自分に問いかけたものです。決してハビングでもドゥイングでもなくビーングなんです。死の前では所有のハビングは意味がないものとわかります。確かに天国にお金を持っていけません。この後悔を戒める言葉として、スティーブ・ジョブズの有名な名言を思い出します。それは、もし今日が人生の最後の日だったら、今日やることは本当にしたいことかということです。とても心に響く言葉だと思います。本当にという言葉に、ビーングの意味、思いが込められていると思います。最後にもう一つだけ事例を挙げます。イチローは記録に残る選手ではなく、記憶に残る選手になりたいと言っていました。野球をドゥイングした結果、前人未到の結果、ハビングという記録を残しましたが、記録ではなく、記憶に残りたいと言っているのです。つまり、イチローという選手の在り方、ビーングです。イチローの野球に向かう姿勢は、人生哲学そのものであり、その在り方に感銘を受けます。冒頭からなぜこのような話を長々としたかというと、まさしく今こそ自分の在り方、ビーングが問われているからです。この問いに自分らしい答えを持つことができれば、人生の質が変わり、死ぬ瞬間の後悔もなくなります。ではもう少し具体的に話を進めていきましょう。自分の在り方を問い直すときは、死に直面した人生の危機とか、人生の大転換点だと思います。先ほどは今こそと言いましたが、現在は終わりの見えないパンデミックの時代であり、不確実性で先が見えない VUCA の時代であり、さらに誰も経験したことがない人生100年時代です。つまり正解がない時代です。この危機を乗り越えていくためには、
自分で正解を作っていかなければなりません。そのためには、自分の在り方、ビーイングを定めておく必要があります。自分の納得感を持つということです。このような意味で言うと、危機という漢字は、危険の危というリスクと、機会の危というチャンスから成り立っています。まさしく今は自分の在り方を見直すチャンスなのです。自分の在り方を具体的に言うと、働き方、学び方、生き方の3つです。この3つの在り方のリデザインが求められている大転換期に我々は生きています。このリデザインは長い目で見れば後悔のない人生につながっていくと思います。リデザインモデルとして、アドラー心理学とキャリア理論を取り入れたキャリアデザインモデルを拙著で提案をしています。このモデルを就活モデルと呼んでいます。就活は3つの漢字で表現しています。1つ目の就活は、職に就く活動です。ここでのポイントは、ぶれない自分軸を作るということです。2つ目の就活は、学習する活動です。ここでのポイントは、社会が求める人材になるということです。3つ目の満たす活動ですが、ここでのポイントは、人間力を磨き、よりよく生きるということです。働き方、生き方、学び方を就活モデルで対応させると図のようになります。以上のお話をベースにして、本講義の内容は構成されています。目次をご覧ください。在り方を突き詰めていくと、生き様を示すことでもありますので、キャリアと相通じるものがあります。というのは、キャリアの窓口では、キャリアを職歴のような狭い意味ではなく、広い意味で捉えていますので、括弧1では、キャリアの話をします。次に、括弧2では、働き方のリデザインです。拙著では、第1章が該当します。ここでは、働く目的、意味の重要性や、自分探しではなく、自分企画について話をします。次に、括弧3では、学び方のリデザインです。拙著では、第2章が該当します。ここでは、学び方のリデザインする方向性として、社会が求める人材要件を、行動要件と能力要件に分けて明確にしていきます。次に、括弧4は、生き方のリデザインです。拙著では、第3章が該当します。ここでは、よりよく生きるために、どのように人間力を磨いていくかについてお話をします。最後に、括弧5では、ライフデザインをとして総括をしたいと思います。拙著では、第4章が該当します。本講座はアドラー心理学をベースにしていますので、第1回目のアドラー心理学を学ぶを事前に受講しておくとより理解が深まると思います。ぜひ一緒に人生に後悔なし、三方あり方よしを目指しましょう。多くの方のご参加をお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。